今回のテーマは、電動キックボードが7月より許可、電動モビリティについて。当チャンネルではこれまで、危険な乗り物として電動モビリティを扱ってきました。その多くが、無許可、未登録、無保険、そして未整備の低たらくな状態。そのような乗り物が、大阪では放置されたまま、道路交通法改正案の施行となってしまいます。現状、街の中を走る無許可モビリティに関しては、根絶させるべく、厳罰化が必須と考えます。これは、警察ともお話しさせていただいたのですが、特性上追跡が難しく、検挙につながりにくいとのこと。今回、改正案で使用が認められるモビリティは、違反行為が認められれば、即、赤切符が、処罰の最低ラインで良いのでは、と考えます。日常の道路の観察を鑑みた上で考えるのは、少なくとも大阪ではごまかしや抜け穴が横行し、弱者が苦しむ状況が想像できます。自転車のルールすら守らない人が多い大阪で、新たな便利な乗り物のルールは守られるのでしょうか。おそらく今後も冒頭でお話しした無許可のモビリティが街の中を走り続けるのは容易に想像ができます。警察はこちらの対策がまず急務ではないでしょうか。ただ、警察が取り締まりを強化すれば、路上放置のモビリティが必ず増えるのは容易に想像できます。また、廃棄物として私有地での放置もすでに散見されている状況です。これもある意味、流通し始めた段階で明確な厳罰取り締まりを行い、増長させなければ防げたことのように感じます。大阪市内の不法投棄の目立つ場所がモビリティの墓場にならなければ良いのですが、話は戻りますが、正規登録のモビリティは費用が必要なため、大阪で急成長することはなさそうで、レンタルでの使用が大半を占めると考えます。しかしながら、当チャンネルでも紹介しましたが、逆走、2人乗り、歩道走行、信号無視など許可車両でも蒸気のような違反を目にします。正直なところを言えば、実証実験段階でこのような違反をするのだから法改正は廃案と思っていました。何らかの利権が働いているのか、スムーズに施行予定になってしまいましたが、長々とお話しさせていただきましたが、当チャンネルでは今後も電動モビリティ関連の動画をアップし続けます。皆さんと情報共有を行い、皆さんの意識や行動、安全の担保に少しでも役立てればと考えております。皆様の撮った事故や違反の映像もぜひ共有させてください。交通安全の担保の一端を作っていきたいと思います。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いいたします。それでは次回の動画で。またね。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。